ばんは、スーパーモンキーズのトです。本日はテンプレアマティスにやってまいりました。さあやってみましょう。それでは皆さん、カンパーイ。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 これ1枚しかなかったけど、それ1枚しか食べない。赤2号ですか。そうだね、これがニュートンじゃなんじゃ言うと言われるとわしらは赤なんだ。なんだそれ。どうしてこれ。あれ、ゼロさんが言ってるやつとか言ったんだ。しょっちゅうかいな。すげえな、かけないもん。これ写真やもんな。出されたこの人の面見。おいやいや、ありがとう。おいこれで毎週変わってないやろ。うん、うん、館長どうぞ行っちゃってください。じゃあ機関長おりますね。今日は私は自責ファーストエンジニアです。俺もそうで。何をの指揮官さん4人チーフ1あーマンドチーすごいなしかし。トリオさん怒られるよ。ええ、あとから。美味しそう。でも、で、何？それで？はい、天ぷら食べてください。じゃあ、いただきます。松井さんの天ぷらです。これ。これ頭回るのか。どうですか、館長。お味の方は。キャッチャーどうですか。うまいね。うまいですか。うん、昔パセリは食べたらいけとかやったことない。そう。それでは食べてみましょう。何何。いやこれずっと何を見たんだよ。しょうもないな。俺また YouTube なんかであげるんじゃないでね。炊きます。僕いや、2万でいかない。3万ぐらいで3万ぐらい、うん、めんどくさいで嫌だ。あれがいいけもうとんでもない。絶対受からんけんね。でもね、硬直が難しいんだろ、うん、さあ、指をいただきましょう。また2回目行った時にこれ前回よりえらいハンドル幅狭いな。そうだよ、ほんと10センチくらい違うんですよ。知らない。いや、ばっかりだよ。ああ、それだわ。ほら、ありがとうございます。どうするっけ言うたら、もう行動変更したいやって。ああ、で、今日もそうやもんね。うん、美味しいです。すみません。天ぷらの松井さんやっぱ天ぷらパンとかじゃこ天ちゃこ天パンちゃこそれで、ね、多分ねあれね天ぷらよ。ああ俺の天ぷらって言うとねじゃこ天って言わんよ。なんかじゃこ天って最近やもんな、うん、天ぷら言ったうちのじゃこ天ぷら言ったあと言った今度天ぷらって言ったじゃこ天ぷらですね。天ぷらは昔はじゃこやね。違う昔天ぷらって言った天ぷらだ。昔は貧乏人の食い物やったんや。そうね、天ぷらコロッケはね貧乏人の味方やったんや。おお、あれで
そうだと島あるやん、なんか小島のてあれよ、うん、卵屋やってくれよ、うん、高いけん、食えんけん、あんな高い島130円とかじゃなくて130円って安い方よ、まだなんか昔はあのカレーも天ぷらが入っとって、ああ俺は食べよで、あの肉が入っとったらこいつのとこ金持ちやで、あっという間に噂になりよった、ね、安藤のポルシェとやるかわいいからそれ、俺のポルシェ言うときはちょっと遅いよ、安藤のポルシェやっぱね、ちょっとね、やっぱ行けやあれどうしてミキサーでなんとかならんのかな、後輪があれ、あれなんかオプションパーツあるのかな、後輪だけどね、あの、普通の A タイプの普通のホイールをやるっていうのは、もうボディの針が内側にタイヤがあるわけよ、ああ、そうよ、で、この前走り出したやろ、ああで、えらいみんなのがくるくる回るわけよ、チヨシのも A タイヤやったやろ、ほんで、ほんで、ほんで、そうよ、ほんで、もう東郷、東郷さんのも A タイヤやったやろ、えらいくるくる回るけ、いや、よう見よったら行けよって、なんでやろうと思って、俺も A タイヤにしたのに、俺は回らないよ、ラジコンの話やけど、いや、スペースはええやないよ、俺、ラジコンのポルシェが10分の1ぐらいのポルシェしか買えないけど、そうか、はい、けど、あんまりにもうち、悲しい話やけど、ポルシェ、ポルシェこたで、2人でポルシェこうてた、でもな、お前と一緒よ、この前、昨日来た人も、何が、あのロータス7級買いました。いいなぁ、ほんでロータスの歩きであの JPS からJPS ってあったやん、タバコで広島は普通にあのロータスの販売店があるんやけど、あるだろ、うん、のさっきあの昔 JPS ってあったやん、タバコは、うん、黒いやつ、黒いやつよ、あれのスポンサーついてたやん、それで作ったらいいか、元気でその昨日来た人もそのロータス7級で昔あったやん、そのタミヤが出したやつが、7級って何、 F1、あのマリオ・アンドレッティとかローリー・ビーダー、1977年とか8年とか、めっちゃかっこいいやつよ、いいやつだろ、ジェームス・ハントのじゃない、そのくらいよ、ジェームス・ハントの最初の頃じゃん一つ前の話、ジェームス、ニキ・ナウンだからここで火傷してから、あ、いたなって言うやつじゃんそのジェームス・ハントの人でニキ・ナウンだよ、ニキ・ナウン、ニキ・ナウンだよ、ニキ・ナウンだよ、僕はジェームス・ハントがあのジェミニーの宣伝しよったぐらいしか知らない、ジェミニーの宣伝しよったかな、あれあれは中学校の時誰やんやったかな、しよったやん、中学校のあれよ、もう忘れたな、まず僕も知らんやろ、どうだよ、言いをついてやるかジェームス・ハントよ、大体なそんな昔の話だっけな、あれでも丸ボル覚えとんで、丸ボルテキサコやなかった、テキサコ、ま、テキサコはガソリンやけ、あ、そっかそっか、テキサコ、丸ボルマクラーレンやで、その初めて何か日本グランプリがあったのよ、それ76年か7年よ、なんでそんなすぐ出てくるんかな、うちの思ったからね、そうです、あの時俺テレビ見てるのすげえ思ったもん、何をあのマクラーレンのあの赤いボディを覚えとるもん、ああ、それは分かる、そうやけど、その76年とか7年の頃はバルボロでタバコあったよね、あのタバコの柄と同じバッカやったよ、バッカのこんな、こんな違うんけ、バッカやったって、あのこれ、ドアのバッカやったんで、であの世代なんかの頃になったら傾向なんだよ、88年とか85、6年ぐらいから、うん、それなんか最近のようなこと言うけど相当前なんだよ、ね、平べったいやつ、こんな平べったいボディにこんなウィングがついとったやん、いや僕はタイレルが来てひらがなでタイレルって書いてたんですよ、それは最近と違う、あれが76年か、いや77年か、違うって、ジェームス・ハントの頃6人走りよった、走りよったやけど、日本グランプリに来た時に誰で6人乗ったんよ、乗ったんよって、ロリー・ピーターソンの後ろにビリヌーが突っ込んで、ぶつかって観客席に突っ込んで、ぐちゃぐちゃになって2、3人死んだよ、それで中止になったんや、次の年から、なんか熱い人らやな